はい、じゃあやっていきましょう。で、まあ今回から横浜ね、横浜と頑張ってやっていきましょうか。テレビをご覧の皆さん、こんばんは。横浜ベイスターズ対阪神タイガース16回戦の模様をお届けいたします。連勝を狙うベイスターズ、タイガースを迎えての3連戦です。お隣には、さて今日は福田、黒木智弘さん。福田って誰でしょうか。山口企業でお送りします。それではどうぞよろしくお願いいたします。今日はミノルちゃんがね、頑張ってくれればいいんですが、どうでしょうか。右ね、4試合しか出てないんだ。あ、結構イケメンだね。で、最近は平野が、結構ね打ってくれるんだが、あー、そこ抜けないか。今日平野ダメかもね。あそこ抜けないのはちょっとな。うん、微妙な当たりでしたね。で、金本もちょっと打たされてる感じかな。まあまあしばらく様子見かな。ミノルちゃん結構負けてるよね。まあまあでも発症してくれてるから、一応ね先発の柱として頑張ってくれていると。ん、いいよ、打たして取る。肩ねえな。かっこいいんだけどな。思いのほか肩がない。まあだから鳥谷の方がいいんだけど、あ、これ飛んでった。取れる？あ、取れるんだ。意外と狭いんだね。で、まあ前回はね、岡田監督がホームランを打ってくれてね。やば、どうなったんだ？岡田監督、急に、稼ぎに来たね。個人記録、ね、20本しといたら給料上がるわってなもんで、頑張り始めたんじゃないかな。現金な人っぽいしね。そういう、おー、流し打ちなんか、やっと来た感じだね。で、ブラちゃんはまあ、なんだかんだで安定してるからな。で、まあ今日は笑いを出してみて。なんか湿ってるよね。単純に岡田監督が調子いいだけっぽいな。村田に結構打たれたんで、村田も調子いい時は危ないんで、4本ぐらい打たれてるよね。あとこの前の広島の栗原、栗原も結構、最近打たれてるよね。で、まあ今日は正田くんね、正田くんに頑張ってもらいましょう。正田って初めてなんだ。出してなかったんだね。前作は何試合か出したと思うんだけど、出してないっけな。覚えてないな。平野どうだろう。平野調子悪いっぽいな。っていうか合わないっぽいね。早めに変えてもいいかもな。打たして取る。橋本、あっ、これバントかな。オッケー、これ美味しいね。おっしゃ、今のはいやらしいな。あれは打ちにくいね。
でエラーでこうなって点が入るっていう流れね。お、取れないで1点入るんかな、これ。入らないんだ。何やってんのかな、本当に。よくわからんね。ふう、何度か粘ったね。で森本はどうでしょうか、まあ、途中から早めに変える代打でちょっとリアクションを、うん、そうだな、そういうパターンもやってみるか。3打席目から1番2番変えてみるか、そういうのもいいかもね。なんだかんだ代打でね、打たれること多いから、そういうの関係してんのかもね。え、間違えた、ボタン間違えた。何してんの俺。まあまあいいか。これ正面だ。何してんの、長打にしようとしたらなんか勝負しちゃったよ俺。やらかしたわ俺。これやばいかもしれん。これちょっと詰まってるかな。え？詰まったんじゃないの今の。これ市民球場だっけ。やたら狭いんだよねこれ。今のはラッキーだな。それをしっかり打ってますよね。2点を追加、その差は3点になりました。次のバッターはどうでしょうか、新井。4番5番が当たり始めてんな。おいいいいい、新井久しぶりにヒット出たわ。これで流れに乗ってほしいな。ポテンヒットならない？ダメか。ここら辺がちょっとね、まだ煮え切らないんだよな。まあ、バッティングはまあ3点4点は取れるんだよね。あとはピッチングかな。3点は取れてるよね。もう一押しが取れないんで、まだそこで勝負使ったらいいんだろうな。翔太君、名前はいいんでね、3割ぐらい打ってくれないかな。お、これはいいね。これバントしましょうか、バント。バントバント。送りバント。ん？で、まあ、早めに変えましょうか、今回は。で、柴田恒平、ジョイント。頑張ってくれないでしょうか。最近あんまり打ってないんだよね。ダメっぽいな。5回の裏、ベイスターズの攻撃、7番からの打順になります。カスティーヨ。ここまでのベイスターズ。7番。これは大丈夫？やっぱ狭いよね。ちょっと怖いかもね。3点はちょっとやばいかもな。おお、今の入ってんだ。さあタイガース、この後2番から始まります。タイガースの攻撃、トップバッター森本。でまあ森本くんもちょっと変えてみる。鳥谷で。ここら辺まあ2本打たなかったらもうパッて変えてみるみたいなのでもいいかもね。同じじゃねえか。柴田と同じじゃん、今の。ダメか。3割3分4厘。で、岡田監督はホームランでもういいんじゃない？
固め打ちの岡田なんで。今日は変化球中心の組み立てに6回の裏ベイスターズの攻撃、ここら辺からちょっと怪しいよね。フォアボール、これあ打ってくれるんだ、鳥谷なんで大丈夫でしょう。今の森本だっけ、だったらセーフかもね。肩が D なんだよね。やっぱ肩いい方が速い球投げてる気がすんだよな。今のカーブだっけ、すごいな。お、ケンタロウくんだ。46試合ってもうすごいな。メインどころだね。三振かホームラン、かっこいいな。今のボールでしょ、何やってんの。城島も打率落ちたな。3割切りそうだね。ダメっぽいな。タイミング合ってないね。今日のミノルちゃんは踏ん張ってんな。結構高めいってんだけどね。吉村、あ吉村2割7分になってんね。結構打率上がってないこれ。取れない、これ1点入るな。この流れは良くない。これはね、変えても打たれるんで、こういう時はボール。いやーと、これホームランじゃないこれ。ね。こういうことなんだよ。もうなんかわかんないけど、おめでとう、よかったね。すんげえ飛んでったな。ていうかやっぱこの球場狭いな。恐れてましたね、ミノルちゃんね。えあの一球に泣いたね。勝てないね、ミノルちゃん。まあこんなもんでいいんじゃねえか。いやー打てないな。翔太くんダメか。で、まあ、ミノルちゃんはお役ごめんと。まあ、仕事したんでいいんじゃないかな。で、まあ、あと意外とホームラン狙っていく。意外と飛んでいく。飛ばない。まあ、飛んなー。序盤の頃のなんかいい感じのバッティングはできてないよね。柴田浩平ダメでしたと。いまいち乗ってないな。そういう延長戦ってあんまないよね。まあないように試合してるんであんまないんだけど、負けるときはね、あっさり負けるようにしてるんで。粘るとね、このゲームちょうどね、同点で延長になるんだよね、なんか知んないけど。だからもう、延長したらスタミナがね、大変なことになるんで、負けた方がいいわっていうね、割り切り方もやってるんで。これなんとか終わらないかな。お!これはいけるんじゃない?ギリギリか。もうホームラン、ホームラン。もうホームランしか狙わない、いいよ。いや、いいよ、いいよ、いい。当たるか。これよ、これ。ダイナマイト打線。これが、
この時代の阪神岡田監督は違うけどね。気持ちいい。岡田監督ちょっと調子出てんね。いや後半に上がるタイプなのかな。中盤まで微妙だったよね。たまたまかな。ホームランの威力は本当に大きいですね。次のバッターはどうでしょうか。ブラズ今度も当たり上がったがどうだ。打ち上げて打ち。おいいよいいよ。これもダイソーでいいかな。ブラちゃんもうお役ごめんにしとこ。もうねもう怪我してほしくないんだよね。イクロちゃんでいいや。イクロちゃんでいいのか。あまあ関本でも守らしておくか。さあホームランの欲しい場面。荒井4回にはファインプレーで。うん、あーダブルプレーで終わりか。6番7番違うっぽいな。ものすごい怒りの行タイガース。ここで3番手ピッチャーを出します。藤川今シーズンの登板数が53となっています。最終回注目のピッチング。さてホームランでなんとか逆転したんでね頑張ってほしいけどなんとかなんのかこれ。おっしゃタルちゃん頑張っていい形してる。 OK。意外と守備いいんだよね。あっとヒットレイ。あっとヒットレイ。サードフライに終わりました。これで決めるか。よーっと今のはカーブか。急に来たら打てないけど、意外とね藤川打たれるんだよね。まあということで、ホームランでねなんとか本当に打ってくれてよかったねということで、今回はこの辺で終了。